情報です。はい、やってまいりました。ベトナムシンガーソングライター WC しんすけです。お願いします。本日も皆さんにホーチミンの最新不動産情報をお届けします。本日紹介していただくのもエンダーさんとも杉本さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はどちらでしょうか。ホーチミン中心地一区日本人街のあるベタントンに参りました。来ましたね、はい、ついに本丸に来たと。中心の中心、真の中心ですよ、はい、ここにやっと来れたかと、はい、やっと来れました。偉くなったんですわ、はい、だから清掃ですよ、はい、そういう意味でも。ここはまあどういったエリアでしょうか。オフィスがたくさん並んでいる一区になりますね。その中でも和食料理店がたくさん並んでいるベタントン街、日本人街と言われる場所に今我々おります。そして今日紹介していただくのはサイゴンスカイガーデンと呼ばれる、日本人の中でもですね非常に有名なサービスアパートメントの一つです、はい、見たことあるはあったんですけど、はい、中に入るの初めてです。サイゴンスカイガーデンはですね、はい、伊藤忠商事と現地のパートナー企業との合弁会社で運営管理されております。アパートメントの責任者の方は常に日本人の方が常駐しております。それ助かりますね、はい、なんか困った時にはその方に相談すればいいってことですもんね、はい、またその責任者の方だけではなくて、はい、受付にいるベトナム人のスタッフさんも何名か日本語ができる方がおります。初めてベトナムに来られる方でも安心して住めるアパートメントということは間違いないと。なるほど。早速中見に行ってみましょう。楽しみです。玄関があります。玄関があります。靴脱ぐスペースあって、はい、マジ日本っぽい。靴箱も広めのものご用意しております。ありがとうございます。ここにもだって収納ありますね。広いですよ。ここがリビング。広いっすね。少し明るめのブラウンのローリングを使ってますね。これはソファーかかっていうんですね。はい、せーの。はい、じゃあすみませんお願いします。はい、3、4、5 はい、その通り。こちらを使えば5でございます。で、さらにここもありますから、これもあるから6。6座っただけでもうちょっときついじゃん。6人家族いける、はい、だって、待って、4人目と杉本さんの場所ちゃんとやってみて。その座り方はその杉本さんのところでやって。足伸ばして座り方はそこでやんのよ。そうですよ。めちゃくちゃいい。テーブルとかもすごい落ち着く。家族感じれる。そしてこちらキッチン。もうだ、こういうのめっちゃ日本っぽい。めっちゃ日本じゃないですか。そうですね。食器棚が、食器もだからもう揃ってるんですね、全部ね、はい、でレンジありと4口、これ電気コンロのタイプですね。そしてオーブンもついてる。すげえ。だってこれここ98年から建てられてて、はいはい、こういう新しいものもちゃんと取り揃えてるんですね、はい、リノベーションしつつ、はい、いいものを取り揃えてくれてるという、はい、これはいいですね、はい、見てください。はい、ここウォーキングが新品。ナタデココとか詰めてるんですか。何ですか。この水回りのコーティングって、はい、結構使ってるとですね、はい、カビが生えてきたりしてしまいます。ここですね、コーティング打ち替えると、うんうん、もう真っ白になって清潔感が出ますね。本当全部してありますね、はい、この水回り系のところは、はい、ここは何なんですか。こちら日本でいう勝手口ございます。マジでその日本式で作られてるんですね、家が。うわ、出れます。こちらキッチンのシンクでございます、はいはい、広い。いつもだと本当この半分ぐらいですね。2つに分けられてますよね。なるほど。だからもう洗い物とかもこんなできるわけですね、はい、これはいいですよ。激アツです。そして次はどちらでしょう。あ、はい、廊下にも収納あるんですね。こちらも大きい。そして深い奥行きがありますですね。そしてこちらがスモールベッドルームです。ベッドがシングルタイプで、はい、お子さんとか、まあでも男性とかでも全然いる、はい、別にね。そしてここも収納
います。ここも奥行きありますね。そしてデスクもございまして、スモールベッドルームとして使用されているんですけれども、単身者の方が住まれたりする場合ですね、2つ寝室いらないという場合もあると思います。その場合はこちらのベッドを撤去して、はい、このお部屋を在宅ワーク専用のお部屋に変更することもできます。確かに今コロナで在宅ワークする方増えてますもんね、はい、コロナ期間中の間はこちらの寝室を在宅ワーク仕様の内装に変更できます。変えてくれるんですね。いやめっちゃ激アツでーす。コロナ禍で今インターネットの速度を気にされているお客様増えています。あー確かに在宅でね、はい、ネット使ってそのズームの会議だったりとか、はい、そういうので遅いとねもう落ちたりするんですよ。大丈夫ですかここ。はい、そういった需要がございましたので、はい、こちらスカイガーデンでは、はい、インターネットの速度を上げました、はい、これはいい。もうここでできますもんね。だからそうなるとね最高じゃないですか。すっごい。そしてこちらがマスターベッドルーム。マスターベッドルーム、わー広いっすね。やっぱね奥行きあって、これはでかいでしょ。180キング、キング。いやこれマジでキングよりでかく見えます。めっちゃでかく見える。こちらのデスクもありますし、はい、ここでもだからちょっとした仕事もできて、で夫婦で住まわれても奥様が化粧とかする鏡もご用意しておりますと、はい、さあ次の部屋行ってみましょう、はい、あれここなんすか。開けてみてください。収納でございます。ウォークインクローゼットていうかめっちゃ広っ。ここに金庫もあって、はい、お掃除の家具とかも入るから、やっぱ重要な貴重品とかをここに入れたりとかできるという。こちらは何でしょう。トイレです。出たよ強さ、はい、ウォシュレットありますやん、はい、電気式のウォシュレットがついています。これ嬉しいですね本当に。だからやっぱ最初に感じた日本っぽいっていうのが随時感じます。いろんなところで、ね、バスルームでございます。あーこちらバスルームで、マジで洗面台とかも本当僕の兄貴の家ですこれこの感じ鏡広くて、はい、で洗面台のここも広いですもんね。普通のとこはもうちょっと半分ぐらいですもんね。あドライヤーある。ドライヤーも備え付けじゃないですか。ドライヤーとかね買わないとないんですよね。僕の家なかったっすわ。ここにもありがたい。このねこの間無駄にしないっていうのが僕の好きなところです。洗濯機もありますし、はい、マジで本当日本じゃんこれ。ここに座って頭とか洗えるやつですよ。広いっすね。すみません入ってきます。このバスタブと流し場、はい、これが分かれてるバスルームってそんなにホーチミン多くないんですよ。いや確かにないな。くつろぎすぎやろ。本当にお風呂入ってる人みたいな。そうマジでないなって考えている。これお父さんがお風呂入りながら、うん、お子さんが自分の体を洗ってみてそれを見守るというシチュエーションも可能と。これなんですか。すみません洗濯カゴです。入れて洗濯をここでやるという。そうですね洗濯物の服をこの中に入れて、はい、バルコニーで干したり。あー、はい、なるほど。そしてバルコニーどこですか。ではバルコニーに参りましょう、はい、バルコニー、はい、広っ。隣の家と繋がってるんですね。はい、だからこんな広いのね。寝室からもバルコニーに出ることができます。見てください網戸がございます。マジで日本じゃないですか。あっちの奥がレタントンで、はい、ここからあれここ位置見えますよ。吉野家も見えますね。日系のレストランに行くにもすぐの場所という、はい、本当にオフィスに行くにもご飯食べるにしても立地最強。徒歩圏内で全てが収まる立地です。そうイオンモールのバスのお迎えもここ来ますもんね。はい、それめっちゃ助かるんですよ。無料のシャトルバスがですね、はい、定期的に出ています。一回はファミリーマートさんの1号店がありますから、そこはもうねマジで日本のものめっちゃ揃ってますよね。揃ってます、ね、一番揃ってる、はい、ファミリーマートの中でも一番揃ってるのはそこなんですよ。非常に便利。マスターベッドルームの窓になってます、はい、ちょっと見た目が違いますよね。違います、はい、これ実はですね、はい、扉が二重になってます。寝る場所なので、はい、窓を二重にして、まあ、外からの騒音をなるべくカットした状態でお休みいただくことができます。バルコニーでは、まあ、やはりちょっとクラクションの音だったりが聞こえしましたが、はい、寝室に戻ってきてどうでしょうか。音無です。こんな中心地にあるマンションなのにほとんど音聞こえないですね。マスターベッドルームでは二重の窓になってますから、これは助かりますわ。はい、はい、それではここまで最後のスカイガーデン部屋。家賃を当てたらただで借りれるのかはやらないですか。あ、申し訳ありません。実はですねこちらサービスアパートメントという部類になっておりまして、はい、サービスアパートメントはですね申し込みを入れるタイミングだったり配送向きだったりによって、家賃が少し変動します。なるほど。だから僕がフィックス当てることができないってことですね。そうです。じゃあもう無条件に正解。悔しい、はい、
ンダー知りたい方は、はい、ぜひ N アセツさんに問い合わせしてみてください、はい、そしていろいろ他にもあるんですよね、はい、東洋部だったりとか、はい、東洋部何があったりするんですか。ジム、プール、サウナ、キッズルーム、ゴルフ練習場、さまざまな東洋部がございますので、この後中川さんにご紹介をします。あ、なるほど、はい。さあ、ここキッズルーム広いっすね、はい、でおもちゃも多い、すごい多いです。そしてここがプール、大人用のプールと子供用のプールがあります。ここあれですね、囲まれてるからすごい影になってすごいいいですね。涼しいです。はい、涼しく入れます。奥にですね、はい、イノベーションされたサウナがございますので、これ、はい、ジャグジーもございます。あったかい、ここが新しくなったんですか。はい、なるほど、綺麗に作り直しました。こちらがサウナです。マジでめっちゃ綺麗ですね。右側が野外サウナ、はい、左側がスチームサウナです。これでもうプール入ってでサウナ入って疲れ取って最高の休日過ごせますよ。どこにも行かずともここで。では次どこ行きますか。テニスコートをご案内します、はい、テニスコートですね。テニスコートです。テニスコートがまたこれも中にあるからあんまり日に当たらないまま日焼けしないでテニスが楽しめますね。めっちゃいい。こちらの奥にはバスケットコートもあります。次はゴルフ練習場です。ゴルフの打ちっぱなしですか。はい、練習ができる場所です。ね、駐在員の方たちの趣味ナンバーワンがゴルフですからね。はい、それをここで練習できると、はい、ブンティッナ。楽器演奏ルームです。楽器演奏ルームがあるのは数あるサービスアパートメントの中でもサイゴンスカイガーデンだけです。僕ギター弾くからマジで嬉しいっすもちろんその弦楽器だったり、はい、管楽器も弾けます。あの備え付けのピアノもご利用いただきます。趣味がもう楽器弾きたいけど、はい、どこ行きゃいいのってなったらもうここに来ればね、はい、なれると。麻雀ルームです。麻雀ルーム、え、これも初じゃないですか。初ですね。で、タクもちゃんとね、全自動のやつって書いてあるんです、全自動。一緒にやられる方、お一人でもですね、はい、入居者の方がいらっしゃれば、はい、外部の方が合流して、麻雀をすることができます。なるほど。カラオケ&読書ルームです。カラオケ？はい。カラオケできるんですか？本はすごいたくさんある。はい。めちゃくちゃある、はい、本の量が。すごいっすね。で、カラオケは、あ、これですか？カラオケ機器も、スピーカーもご用意されてます。確かに防音ですもんね、はい、結構音遮断してますね。そう、ここは？はい、ヨガルームです。あ、そういうヨガとかやれるんですね。はい。そういう教室が開かれたりもするんですか？有料ですが、はい、教室を行っております、まあ、お子さん向けの空手だったりとか、はい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 、ダンス教室なんかもこちらで行ってます。ここは、はい、乾燥機が置いてある共用のエリアです。だから洗濯して、はい、まあ、乾くの待つのめんどくさいなと思ったら、はい、ここに持ってきて、はい、乾かすことができる、はい、無料でご利用できます。なるほど、いいですね。こちら本日ご内覧いただいたお部屋、はい、お部屋の広さが79平米、はい、おお広いですね、はい、バルコニーが17平米の2ベッドルームになっています。他にもさまざまなレイアウトをご用意しておりまして、はい、単身者用のスタディオルーム、はい、こちらであればお部屋の広さが35平米の広さからご用意されています。最大の広さはですね、はい、3ベッドルーム、住宅のスペースが181平米、はい、広っ、めっちゃ広い。お客様とか呼んでね、パーティー開くような方にはぜひ最適のお部屋となっております。いろいろ様々ご用意してますので、もし気になった方がいたらぜひこちらの方、エナセットさんのリンクの方に飛んでお問い合わせしてみてください。ぜひお問い合わせよろしくお願いします、はい、それでは以上、ホーチミン最新不動産情報でした。また。